成田さん、準決9レースで3着ということだったんですけれども、このちょっと勝ち上がりに関してというのは気にされてました？あ、もちろん、やっぱりドキドキしてましたね、はい、なんか、はい、まあ、慣れないんで、慣れない感じですか。確かにその普段ないような、はい、まあ、それが、まあ、しっかりつながって決勝戦へというところと、小松崎さんと慎太郎さんが決めていたので、これ3人で乗れればというのが、いや、もちろんそうですね。もう小松崎君も慎太郎さんも上がってましたし、まあ、ちゃんとラインあるんで、まあ、自分が乗れるといいなとは思ってました。今回本当小松崎さんの動きというか、なんか攻める姿勢というのがね、獅子とより伝わってくるものありますけど。そうですね、まあ、いつも結構しっかり走ってくれる選手なんですけど、今回はやっぱ調子もいいようで、はい、はい、やっぱ昨日のあたりもすごい強かったですから、はい、まあ、本当は岸和田の宮杯といえばというのは思い出すものありますけど。そうですね、いいイメージあるんで、また今回さんもいい感じで走れてるんで、はい、チャンスのものにしたいですね。やっぱりその福島でまた決められればっていうのは。あ、もちろんそうですね、はい、状態面もすごく安定してチャンスあるんじゃないかなと思います。チャンス、そうですね、もう決勝乗れたんでチャンスありますので、しっかり準備してっていうところです。決勝に向けて一言お願いします。はい、決勝戦も精一杯頑張ります。ありがとうございました。